ここで海と日本プロジェクト in 岡山のシンポジウムが行われるんです。シンポジウムのテーマは海と共に生きる。先月実施された笠岡島巡りツアーについて意見が交わされました。食べ物の大切さとかありがたさを改めて感じることができました。ツアーには岡山県内に住む高校生15人が参加。底引き網漁など日常では体験できない海の魅力に触れました。笠岡諸島の海は本当に綺麗で、漁師さんにそれこそ言われたんですけど、沖縄とかに行くんじゃなくてすぐ岡山県内に綺麗な海があるからって言われた時に、本当にまさにそうだなっていう風に感じて、陸地に住む人が海にゴミを捨てる、でそれは当然島に流れてくるじゃないですか。でも陸地からそのゴミを捨てた人はそのゴミがどうなったかって流れていったんでもう分からないんですよね。島の人の大変さだったりとか、自分たちで取った魚の美味しさだったりとか、それってインターネットで調べてみても多分全然出てこないものだし、自分で体験してみないと分からないものだと思うんです。笠岡諸島の活性化に取り組む成本さんは、高校生の意見が島の魅力を再発見するきっかけになったといいます。海が綺麗で、住む人が優しいという生活の一部のことが、あ、そういうふうに見えるんだというようなことが、改めて見方、思い方っていうのがちょっと今日変わったり、自慢できるいいところで住んでいるんだなという思いもあったり、気づきが多いかったように思います、はい、海は私たちにとってかけがえのない宝物。その素晴らしさを未来を担う子どもたちに伝えたい。海と日本プロジェクト in 岡山。